風疹とは、ウイルス感染症の一種で、風疹ウイルスによる、急性熱性発疹性感染症。一般に、日本では、三日橋か、三日橋かとしても知られ、英語では、ジャーマンミズルズとも呼ばれている。日本では、風疹として、感染症法に基づく五類感染症に指定して、届け出の対象としている。伝染力は、水筒、マシン、ノロウイルス感染症よりは弱いが、 インフルエンザより強い。日本ではワクチン接種を受けていない成人男性の患者が多い。効果的な治療法はなく、症状に応じた対症療法が行われる。発症防止策はワクチンによる予防接種のみで、妊娠初期に妊婦が感染した場合の先天性、風疹症候群が問題となる。本疾病は罹患歴があると再罹患しないとはされるが、経年により、 抗体化が低下している場合や、がん治療などで免疫力が低下した場合など、稀に再発することがある。日本では、かつて5から9年ごとに大流行があったが、男女幼児が定期接種の対象となって、以降は大きな流行は発生していなかったが、2012年から2013年、2018年、タイにかけて成人男性のワクチン未接種者を中心に、 風疹の大流行が発生した。2013年流行後に大阪府で行われた調査によれば、妊娠的霊期の20から30代女性の20から30%が感染を防御できる十分な抗体を保有しておらず、潜在的に先天性風疹症候群が発生しやすい状況にあると報告されている。ウイルスは感染者の咽頭から排出される体液に含まれ、 飛沫感染、または直接接触感染する。インフルエンザウイルスよりも小さく、手洗い、うがい、マスクの着用では、感染防止ができない。伝染期間は発震の発症前1週間から、発震出現後4日間。トガウイルス化、ルビウイルス属、直径50から70ナノメートルの1本、グサリア RNA ウイルス、正12面体のカプシド構造を有する。 特徴的な症状は、発熱、発疹、リンパ節主張であるが、臨床症状だけで風疹と診断することは困難。成人の臨床症状は、マシンに似る。無症候例は、30から50%とされている。また、症により重症化しやすいとの報告がある。マシン、デング熱、突発性発疹、国策ーエコ和でノウイルス感染、伝染性後半。 症候熱等妊婦の妊娠初期の感染は胎児に先天性風疹症候群を引き起こす。また関節炎、血小板減少性死反病を合併する可能性があるほか、急性脳炎を起こすことがあり、極めて稀に重篤な状態に陥る。先天性風疹症候群の一つ、白内障になった新生児の目妊娠10周までに妊婦が風疹ウイルスに初感染すると、 90%の胎児に様々な影響を及ぼす。この先天性風神症候群の典型的な3、大症状は、新規系難聴、白内障である。11から16週までの感染では10から20%に発生する。妊娠20週以降の感染で発生することは稀とされる。診断は、新生児血生医務特異抗体検出で確定診断可能。 えこした選手液による PCR 法で体内診断も可能である。しかし、先天性風神症候群を容易に再現できる動物モデルが存在していないため発症基準は解明されていない。1941年にグレックによって新生児に白内障や心危険が発生したと初めて報告された。成人でも30から50%程度の 無症状感染者があるので、母親が無症状であっても CRS は発生し得る。また、出生前に感染した乳児は、出生後数ヶ月感染力を持ち続けるとされている。先天性症状妊娠21週以降の感染であれば、CRS のリスクは低く、通常は妊娠が継続される。特異的な治療法はなく、症状を緩和させる、対症療法のみ。 発熱、関節炎に対しては、下熱鎮痛剤が用いられる。風疹は、ワクチンで、予防可能な感染症で、予防接種が唯一の予防法である。幼少2期に予防接種が行われている。世界では、MMR ワクチンに含まれた形で2回接種を行っている。なお、生ワクチンの効果は、完璧なものではなく、2013年春に、島根県の保育園で、 風疹ワクチンを接種した園児の集団感染が起きた事例が報告されている。だが、ワクチン接種は流行防止に唯一の予防法に変わりなく、引き続き予防接種の強力な推進が必要である。妊娠可能年齢の女性で風疹抗体がない場合や抗体価が低い場合、ワクチン接種は先天性風疹症候群を予防する観点からも強く推奨されているが、 妊娠中のワクチン接種は避ける。女性はワクチン接種後2ヶ月間の否認が必要。2006年4月以降、新規にワクチンを接種する1歳、以上2歳未満の幼児からは MR ワクチンを接種することとなった。授乳中の母親がワクチン接種を受けた場合、母乳を飲んでいる赤ちゃんにウイルスが感染し赤い発疹が出ることがあるが、重い合併症は起こさない。 アメリカ合衆国では、風疹を含む指定の予防接種の接種記録が確認できない場合は、永住権が取得できない。日本での風疹ワクチンの接種は、当初、女性のみが対象とされていた。1994年より、男性もその対象となったものの、接種率の低い成人男性を中心に、風疹の流行が繰り返されている。男性が、 対象に含まれた際には合わせて、対象年齢が、万1歳以上7歳半未満に変更されたのだが、中学生に対する接種は経過措置として継続された。しかしこの時、それまでの集団接種から個別接種へと変更されたこと、また、MMR ワクチン接種による重度健康被害の多発により予防接種の安全性に懸念が持たれ、 接種率が低迷した時期が存在したためである。このため、妊娠を希望する女性や配偶者などの同居者を対象に、地方自治体独自に抗体検査やワクチン接種費用の助成が一部で行われるようになり、さらに2019年度から3年間の次元措置として、 ワクチンの集団予防接種を受ける機会のなかった1962年4月2日から1979年4月1日までの間に生まれた男性を公費による無料抗体検査予防接種の対象者として追加した。常実のように公的なワクチンの接種がなかった1962年4月2日から1979年4月1日までの 間に生まれた男性を公費による無料抗体検査予防接種の対象者として追加した。初年度の2019年度は1972年4月2日から1979年4月1日までの間に生まれた男性に対し居住自治体から検査を受けられるクーポン券が発送されているが、1962年4月2日から1972年4月1日生まれの 男性については、市区町村役場に連絡すれば、クーポン券を発送してもらえる。抗体検査の結果、抗体が弱い場合は、MR ワクチン接種を無料で受けられる。クーポン券発行手続きなどの詳細については、居住自治体に確認されたい。予防接種の徹底したアメリカ合衆国等では、日本人の入国に際して、風疹の予防接種を行うよう、指導がなされている。 なお、アメリカの医学書では、日本や日本人は、風疹の感染源として説明されているほどである。イタリアでは2017年のマシンの流行を受け、国立の保育園や小学校に入る6歳以下の子供を対象として12種のワクチンの予防接種が義務化された。英語のルベラは、ラテン語で赤みがかったという意味である。西洋では古くは、マシンや昇降熱の一種と考えられ、 第3病と呼ばれた。一方、日本では、鎌倉、室町時代に、三日病という病が流行していたことが、あずま鏡多門院日記などに記録されている。藤川祐は、日本疾病史の風疹の項でこの三日病について取り上げているが、これは、現在のインフルエンザに相当するのではないかという説もある。風疹三日はしかという語は、 江戸時代の多岐原県の時間読画書に見られ、これは現在の風神を指すと考えられている。西洋医学においては、風神は18世紀半ばに初めて記述された。フリードリヒ・ホフマンは1740年に初めて風神の臨床記述を行い、1752年にデベルゲン、1758年にオーロによって確認された。1814年、 ジョージ・デ・マトンはこの疾病がマシンとも昇降熱とも異なることを示唆した。これらの医師はすべてドイツ人であったので、この疾病はドイツハシカという一般名で知られるようになった。イギリスの王立法兵連隊の外科医であったヘンリー・ビールはインドでの風神のアウトブレイクについて記述しし、1866年に現在の英語の正式名称ルベラという語を作り出した。 風神が独立した疾患として公式に認められたのは1881年にロンドンで開かれた医学の国際会議においてであった。1914年、アルフレッド・ファビアン・ヘスは猿を用いた研究に基づいて風神がウイルスによって引き起こされるという理論を立てた。1938年、広志公文と田坂重元は 急性患者の微腔洗浄液の露化物を用いて子供に疾患を伝染させることでこれを実証した。1940年オーストラリアで風疹の広範な流行が起こった。その後、眼科医、ノーマンマカリスター・グレックは新生児の先天性白内障の78の症例のうち68の症例で母親が妊娠初期に風疹に罹患していたことを発見した。 グレッグは1941年母親のドイツハシカゴの先天性白内障という報告書を公表した。彼は現在では先天性風神症候群として知られている様々な問題について記述を行い、母親の感染が妊娠の初期であるほどその害が大きくなることに気づいた。当時はまだワクチンが存在しなかったので、いくつかの人気雑誌は感染した子供から 他の子供へ病気を伝染させる風疹パーティーのアイデアを売り出した。これは、小児期に中性免疫を獲得することで、妊娠時の感染を防ぐことを目的としたものだった。風疹ウイルスは1962年に医師ポール・ダグラス・パークマンのグループとトーマス・ハックルウェーラーのグループによって独立に培養組織から管理された。1962年から1965年に、 かけて、風疹のパンデミックが発生し、ヨーロッパからアメリカ合衆国へ拡散した。1964年から1965年の間に、アメリカ合衆国で、風疹は1250万件発生したと推定される。そしてその結果1万1000件の流産、または妊娠中絶と2万件の先天性、風疹症候群が発生した。これらのうち、 2100件で、新生児、死亡12000件で、聴覚障害3580件で、視覚障害1800件で知的障害が見られた。先天性風疹症候群の影響は、ニューヨークの全出生の1%にまで及んだ。1969年に、弱毒化、ウイルスワクチンが認可された。1970年代の初頭に、マシン、 流行政治家千円、風疹の3種の弱毒化ウイルスを含む MMR ワクチンが開発された。2006年までにアメリカ大陸での確認症例は年に3000件を下回った。しかしながら2007年のアルゼンチン、ブラジル、チリでのアウトブレイクによってその年は1万3000件にまで跳ね上がった。2014年1月22日に 世界保健機関と反アメリカ保健機関は、コロンビアを国内で風疹が消滅したラテンアメリカで最初の国家として認定して宣言した。そして2015年4月29日にアメリカ大陸はこの病気が公式に根絶された最初の風の地域区分となった。アメリカ大陸で最後の非輸入症例は2009年にアルゼンチンとブラジルで起こったものである。 PAHO のディレクターは、風神との戦いには15年以上かかったが、これが反アメリカにおける公衆衛生の21世紀で最も重要な成果の一つとなると私は信じていると述べた。この宣言は1億6500万件の健康記録の確認の後に行われ、最近の症例は全て基地の輸入株によって引き起こされたものであることが遺伝学的に確認されている。 風疹は世界のいくつかの地域ではありあふれた感染症であり、宣言に参加したアメリカ疾病予防管理センターグローバル予防接種部門で風疹のチームを率いるスーザン・イー・リーフによると風疹が2020年までに世界から根絶される見込みはない。風疹は天然痘、ポリオに続いてワクチンによって 西半球から消滅した3番目の疾病となったが、日本を含む他の地域ではワクチン接種の不徹底で未だ流行が繰り返されている。日本では5年おきに風疹の流行があり、2004年に推計患者数約4万人の流行があり、2005年以降は急速に患者が減少していたが、2011年にアジアで大規模な風疹流行が発生し、 帰国後に風疹を発症する成人男性と職場での集団発生が散発的に見られ、2010年度の報告数は87件、2011年度の風疹の届け出数は378件と増加し、2012年の年間報告数は2368件、2013年から2014年には報告患者数14000件を超えたが、 2014年8月頃に流行は収束した。2012年以降の流行は男女で流行の傾向が異なる。2012から2013年2012年に231件の風疹ウイルスの分離、検出が報告された。遺伝子型の判別まで実施された151件では2バイト型が124件、1 e 型が26件、1R 型が1件であった。 2013年7月現在、さらに、東京都大阪府を中心に都市部で大流行した。2013年4月、神奈川県で、神奈川県知事、黒岩雄二が、風疹流行により非常事態を宣言。5月13日、大阪府が、風疹流行緊急事態宣言。未だアジアで流行中のため、日本で流行が、 来年も続く可能性が高く患者が減少傾向にない。最終的に14,344人の感染が報告された。流行から2014年10月時点で先天性風疹症候群による障害を負った乳児は日本全国で計45人。この流行は2014年1月で収束した。 2018から2019年2018年8月に2017年の感染者数を超え9月時点で2012から2013年に次ぐ362人の累積患者数が報告され国立感染症研究所感染症疫学センターは緊急情報を発表し男性が罹患する風疹流行の注意を呼びかけた2018年10月22日 風疹の年間感染者数は1289人で、アメリカ疾病予防管理センターは、日本の風疹警戒レベルを3段階中の2番目で、ある、韓国に引き上げ、アメリカ合衆国は妊娠中の女性に対して、風疹の予防接種を受けてない人は、感染の拡大が収まるまで、日本への渡航をやめるよう勧告を出した。二千十八年の累計報告者数は九百十七人で、 2019年5月8日までに先天性風神症候群の発生が2件あった。ありがとうございます。